旅館客室の岩盤浴の床岩盤浴とは、湿度が高く室温40度程度の部屋で、温められた石の上に横になり、岩盤から発する遠赤外線などの温熱効果を得る入浴方法で汗をかく。天然の浴場では、秋田県の玉川温泉が元祖とされる。温泉より負担が少なく、サウナより温度は低い。岩石には、ブラックシリカ、ゲルマニウム、 気泡石 FU、アマテラス石などが使われる。遠石外線が放射されているとされるが、皮膚表面に届くのみである。リラクゼーション効果がある。1年間の継続的な使用で血糖値が改善したという研究がある。2006年を頂点として2000年代にブームとなり、岩盤浴専門店が増加したがブームは去り、その後は、 スーパーセント内の岩盤床併設が増えた。床に敷き詰めた天然石を温水もしくは電熱により加熱し、発生する遠石外線を利用した温熱施設である。利用者は寒い塔の浴衣を身につけ、バスタオル等を床に敷いて、その上に20から30分横たわる。床面からの輻射熱によって全身くまなく温め、おびただしい発汗をもたらす。 浴室の温度が摂氏40度前後と低温で過ごし、安く女性や高齢者が無理なく利用できる。事前、事後に水分補給をしっかり行う。玉川温泉地獄地帯と岩盤浴日本では玉川温泉が元祖とされ、世界的に古くからあり、中国では温弱療法と呼ばれる。玉川温泉では地熱で温まった露出した北陶石の岩盤に、 人々が横たわっており、現代的な施設では、室温40度前後の部屋で温められた岩盤に横たわる。2001年6月、宮城県気仙沼市に登場して以降、岩手県、北海道、そして当初使用した石が宮崎県高千穂山であったことから、九州各地へと広がりを見せた。その後、地方で発生したブームが大都市へと波及する得意な形で、 東京、大阪、名古屋などで大小入り乱れて岩盤浴専門店が乱立するようになった。公衆浴場の経営が未経験の業者がほとんどで、中には保健所の許可を取得せぬまま開業している店舗も見受けられた。当初は女性専用を中心とした岩盤浴専門店が全国各地で急速に出店され、ピーク時は2000店近く増えた。ブームが ピークに達した2006年9月、小学館発行の週刊誌、週刊ポストが岩盤浴室の衛生問題を告発する記事を3週連続で掲載し、岩盤浴事業者に深刻な打撃を与えた。これに対し、九州、中国地方の経営者9人が小学館、公文社を提訴し、衛生上問題となる数値ではなく、検出されなかった細菌が検出されたようにも、 報じたと訴えた。2009年時点では、岩盤浴は特に30から40代の女性に支持され根強い人気があるとされている。小規模の岩盤浴専門店は急速に減っていき、その一方でスーパー銭湯に併設されるケースが増えている。岩盤浴専門店は減り、大型施設の中の人気コンテンツとして定着。 ミストサウナや塩サウナなどを低温サウナの一つとして位置づけられる。特にフィットネスクラブや温浴施設、ホテルやエステなどベースパと呼ばれる日帰り利用可能、都度払い可能な施設に取り込まれ導入されている。岩盤浴により皮膚表面温度や皮膚血流量は増加する。岩盤浴に使われる岩石にはブラックシリカ、ゲルマニウム、気宝石 FU、 アマテラス石などが使われ、それぞれ特性や安全であることは似通っているが、このうち、気宝石のみ、放射率が0.9を超えており、これを特徴とする場合もある。天然であったり、人工的に混合されたものも用いられる。岩盤浴から放出される、遠赤外線は、そうした遠赤外線放射体からできた天然の、 岩盤浴用の岩石からは4マイクロメートルから14マイクロメートルの範囲で放出され、人間での約9.3マイクロメートルに近く、そのような波長では人間の皮膚表面から0.2ミ、mm、リメートル程度まで入り人体に吸収され、人体の分子を揺らし減衰することで熱に変換され、温熱効果を生み出す。主観的なアンケートでは肌が綺麗になったというものが、 最も多く、気持ちがいい、体が軽いといった回答が見られ、リラクゼーション効果を得ることが多いと考えられる。緊張、不安、怒りなどの評価は、岩盤浴後に統計的に優位に減少したが、この試験は比較対象群がなく岩盤浴でのみ、起こるのかは不明である。週2回の岩盤浴を1年間行い、健康なものでは変動はないが、2型糖尿病のものでは、 血糖値などの指標を改善した。研究主任の岡山大学大学院、保健学研究科教授の上社役は、自身の岩盤浴体験で、花粉症の症状緩和を感じたことから研究に着手、温熱効果で活発化するた、熱食タンパク質に着目し、花粉症などアレルギー疾患にも効果があるのでは、とコメントしている。温泉入浴と比較して、 岩盤浴は体への負担が少ない。またサウナより温度は低いが、高齢者で熱中症となった例があり、十分に水分を補給し、無理をせず、監視体制も重要である。公衆浴場法では、その他の公衆浴場に分類される。日本サウナスパ協会による自主基準では、岩盤の浴室内は毎日清掃し常に、衛生的に維持管理するとともに月に一度以上。 消毒することとされる。遠赤外線などによる乾燥作用はダニなど害虫を忌避するが最近の殺傷能力はない。高温多湿だが衛生管理を徹底すればそれほど難しくなく衛生面はクリアできる。ありがとうございます。